今回は日本の医療者の,の最高傑作の白い巨塔の話です。この白い巨塔を題材にして映画やドラマのキャスティングというものについてお話したいと思います。まずはこの人物関係図を使って大まかなストーリーを説明しておきましょう。舞台は大阪の浪和大学という大学の附属病院です。物語はこの病院の第一外科部長のこの東教授が定年を迎えるところから始まります。 この東教授を長年支えてきたのが、この、え、な大学生え抜きの助教授の財前五郎。この男が白い巨頭の主人公です。 いいいつもこのの財前ととうのは見出ししビシッとしていてですね髪ももうなんかポマードかなんかでビシッと撫でつけているもうスタイリッシュな男で手術の腕は抜群なんですけども野心家でも人を押しのけるみたいなところがあって彼の自信過剰な性格をきあの嫌ったこの東教授がですね母校のこの東東大学の船尾教授に相談してこの船尾教授の教え子の,この金沢大学の木川という男を推薦してもらって教授選挙に持ち込んでこの財前の代わりに にこの菊川を自分は東まま教授にはですねこの世間体を気にする口やかましい妻の政子というのがいてですねこの政子がこの教授候補の,あの菊川が独身だと知ると娘の佐恵の子とあの結婚させようと考えて何かというとこの佐恵の子と菊川を2人きりにするというあのよくあるパターンの話があるんですが。 この最後はストイックな性格で父親の仕事にガンガン口を出すこの母親のことをすごく疎ましく思っています財前五郎は地方の貧しい家の出身なんですけれども大阪の開業医のこの財前又一の奔放な娘の財前京子と結婚し婿入りして財前家に入って財前政を名乗っていますで義理の父親であるこの財前又一はですね 岩術なりと嘘吹くもうすごい金の亡者の背景主義者で向こうの財前にこの花森恵子という愛人がいることを知ってもですね男はそれぐらい解消がなきゃいかんと言い放つまあ本当昔っぽい親父ですねこの財前以上に自分の婿がなに大学の教授になることにものすごく意欲を燃やすというか熱望していてでこの教授選挙でこの財前のためにですね派手に賄賂をばらまきます。それから財前のの愛人の花森恵子 この女性はなに大学の医師たちが通う北新地のクラブのホステスなんですけども実は本人がですね女子医大を中退した元医大生という人で医師たちとの会話が結構あの専門的な会話ができるのでこの陰でこの財前こにいろいろ情報を流したりして陰で支えています一方この財前と並ぶもう一人のこの物語の主人公が財前と同じなに大学の附属病院に勤務する内科医の里見修司です。これれ同期でで共に助教授なんですけれども この男はですねもう財前と真逆で立身に出世には全く関心がなくもうニはボサボサ服はいつもよれよれ患者の一人一人に丁寧に時間をかけて診察する良心的な医師です作者の山崎豊子は一人の医師のこの悪魔の部分と天使の部分をですねこのお二人に分けて描いた感がありますねそして東教授の娘この佐弥子は里見修司の 妻と大学で確か同窓か後輩か何かでその縁でこの里見の家にしょっちゅう出入りするようになってやがてこの里見のことを好きになってしまいます。で定年を迎えた東教授の公認選挙はこの浪速大学の鵜飼教授を選挙実行委員長にそして大河内教授を選考委員長にして行われるんですけれども鵜飼教授なかなか狡猾な人なんですけどこれを味方につけた財前がですね汚い選挙運動の上に教授に当選しますが。 選挙の混乱と、まあ、教授に就任してからドイツに出張するっていうんでこのドイツ出張の混乱のさなかこの里見からあの紹介されたっていうか回されたがん患者に医師として本当に必要な処置を取らずに部下のこの柳原医局員という頼りない医局員にですね押し付けてドイツに出かけてしまいます。でドイツに行ってる間にあの患者の病状が急変して夫に死なれてしまったこの患者の未亡人の,この佐々木義江が関口弁護士というもうあの社会派の熱血感の弁護士と相談して。 財前に対してこう医療裁判を起こすとまあそういう話ですね白い巨頭は元毎日新聞記者の山崎豊子が1963年9月から9ヶ月間週刊誌のサンデー毎日に連載した小説です山崎豊子は1958年に花の蓮という小説で直木賞を受賞していてもうこの白い巨頭を書いた時には大人気作家になっていました この「白い巨塔」の連載が始まる1年前の1962年に日本のテレビでベン・ケイシーとドクター・キルディアというまあアメリカの医療ドラマが放送されてすっごい人気になっていたんで「サンデー毎日」の編集部の人はおそらく山崎豊子に医療ものを書いてくださいとお願いしたんじゃないかと思うんですがしかし山崎豊子は元新聞記者らしいもうすごいその取材力でですねアメリカのドラマなんか目じゃないぐらいリアルで専門的な物語を書きました。 この人は大反響を呼んだんですけれどもこの主人公の財前が医療裁判を無事にこう無罪で切り抜けて被害者に寄り添ったこの里見の方が地方の大学に飛ばされてしまうというエンディングラスト。 に対して、まあ、あの読者がですねものすごい抗 <laughs> 議の,のお便りを山崎豊子に送ったことでこの山崎豊子はですね3年後の1967年からもう一回「三ンデー毎日」に「俗白い教頭というのを連載してこちらもあの1年間連載してこの裁判の最新を描きます。 この大江が映画化した時にはまだ属白い教頭の方は書かれていなかったんで属白い教頭が書か,書かれたのは67年からこの大江の映画は66年なんですけどもこの大映の映画はその前半部分だけを映画化したんですけどもこれ前半部分だけどこれ,文庫もこれ3冊あるんですよこれだけ分厚い話なのでまあこの長い原作を2時間半の映画にまあのうまくカットしてまとめたのが黒澤明の「七人の侍」とか「生きる」の脚本を書いたあの橋本忍です。 後の、まあ、テ,レビドラテレビの連ドラをご存知の方から見たらちょっとあのかなりいろいろはしょったあのダイジェストみたいな展開なんですけども端折ったところがすごく的確だったのでもう原作の面白さを十分に生かしていました。 これ監督したのはあの社会派の山本薩夫という人ですでこの監督は共産党員なのにあの娯楽色の豊かな映画を作る才能に恵まれていてもう資本主義の塊みたいなプロデューサーたちからもすごく <laughs> 信頼されていた監督であのこのあと同じ山崎豊子原作の「不毛地帯とか「華麗なる一族」の監督も務めていますで映画で主役のこの財前五郎を演じたのは大英の生え抜きの俳優田宮二郎です まあ名前は若い方も聞いたこと終ありなんじゃないかと思うんですがタミヤジは京都生まれ学習院大学に在学していたときにスポーツ日本が主催するミスターニッポンコンテストに優勝して1956年に大英入りしましたでこの人大学生の頃は外交官を目指していて英語をすごい勉強していたのでもう英語がペラペラで身長が1 8 0ンチちょっとあってもう当時としてはすごい長身だったんですねだからもう新時代のスマートな俳優って感じでしたこの田宮は年に えー、同じ山崎豊子が復職会を描いた小説の映画化の「女の勲章」であのスピーディーな関西弁を操る八代銀四郎という、まあ、野心家を演じてすごくあの評判になってしかもその3か月後には勝新太郎と共演した今ント原作の「悪名」という映画で「モートルの貞」というこれまた関西弁をスピーディーにしゃべるヤクザを演じてもうさらに人気が出て一気にスターダムに駆け上がりました。田宮二郎はは京都出身なのでで関西弁はネイティブです 一方で山崎豊子は大阪船場の昆布問屋の娘さんでですね大阪の空と川と人間を描き続けたいと公言していた作家なのでこの「白い巨頭も大阪のさっき言ったなに大学という大学の附属病院の舞台だから空気に民家二郎が合ってたんでしょうね映画版の民家二郎は病院にいるときは標準語なんですけど愛人の花森恵子と会っているときは関西弁になるというでそれがまあすごいプライベートな感じですごくあのいい感じでしたね ただあの、白い巨頭のこの映画に出たとき、民江二郎はまだあのわずか30歳、原作の財前五郎は43歳っていう設定なので、もうかなり背伸びして演じていたことになりますだから、後半、無理して、しししたたりしてましたねで。こうして作られた映画、白い巨頭はあの、1966年のキネマ順報ベスト10で1位に輝いて、ですごい高評価を得ました。 そしてこの1年後には NET、まあ、今のテレビ朝日が佐藤慶の主演で連ドラにしてるんですが、まあ、僕は残念ながらこのドラマは子供だったので見ていませんし、まあ、あともこれはあの DVD とかにもなっていないと思います。で「田宮次郎」は白い巨塔の後、えー、この1966年の白い巨塔の後に1968年に有吉沙和子原作の「不審の時」という、まあ、不倫ドラマで岡田真理子赤尾綾子 えー、加賀まりこと共演した時に、まあ、物語の実質的な主演だったのにポスターなんかのビリングを4番手扱いしたことにあのも,のものすごい腹を立てて大英の社長の永田雅一と激突して永田雅一が民ミ次郎をクビにしちゃって5者協定というのがあったんでそのためにですね民ヤ次郎はテレビに活躍の場を求めて、まあ、今もあの、えー、確かスペシャルで続いてる「タイムショック」 の初代の司会者を務めたたりり GM に出 TBS で山田太一脚本の「知らない同士というドラマで初主演しでこ,のこの時の縁でその後 TBS であの「白い影白い滑走路」といったこう白シリーズというこれ結構な視聴率だったんですけどそれとかあの「山田太一の最大の傑作だと僕がもう工芸いらっしゃい」の主役なんかも務めていましたそしてさらに1978年にフジテレビが連ドラ化した「白い巨塔」にも主演します。 ミヤ次郎はです、ね、このフジテレビ版の「白い巨頭」の撮影の前から相うつ病を発症していて事務所の代表を務めていたタミヤの奥さんが夫を長期休養させようとしてクイズ「タイムショック」の司会を下ろし CM も全部降板させて事務所を畳もうとしてたんですねところが本人がフジテレビと勝手に「白い巨頭」のドラマ化の話を進めてしまったそうですでこの時タミヤは劇中の財前五郎と同じ43歳になろうとしていたということと半年間のドラマであの映画では描けなかった後半までラストまで 描けるとというこででで張り切ってたんんすすねね奥さんはです、ね、もうタミヤの病気のこともあるんでこの話をあのご破産にしようとこうフジテレビと交渉する時に破格のギャラともうちょっと常識外れの豪華キャストを要求したんですが奥さんの計算外だったらフジテレビは全部その余求を飲んですごいギャラを払ってしかもキャストには この映画の時の鵜飼教授の小沢栄太郎大河内教授の加藤よしという要の役は映画のまんまそしてそれ以外の役は映画を上回る豪華キャストを実現してしまいましたそれがこの78年の年フジテレビ版ですねプロデューサー兼演出はテレビ版の「男はつらいよ」を演出したそして「男はつらいよ」の第4作目「新男はつらいよ」もう監督しているフジテレビのエースディレクターの小林俊一です。 この撮影の頃、タミヤ二郎は怪しい投資話に乗って、共演者たちにトンガの裏最高の事業に出資しないかってこう話を持ちかけ、それが後半はもうドラマの展開に合わせるように一転してまあ落ち込んじゃって、で、まあ、結果1978年の暮れに放送を2回残したところで、自宅で足の親指で猟銃の引き金を引いて胸を打ち抜いて自殺してしまいました。タミヤ二郎の自殺の方をハワイで聞いた作原作者の山崎豊子は、思わず猟銃 ってあの聞いたんだそうですそれというのも1974年に東宝が山崎豊子原作さっき言った山本札夫監督で華麗なる一族を映画化した時に俺映画に復帰していた民家次郎は主役の万票鉄平役を熱望していたんですけども、まあ、それが願い叶わず大倉官僚の三馬るの役に甘じて経緯があってでこの時間当渉の役作りのために原作者の,あの山崎豊子から話を聞いたんですが自分とは関係ない場面なのにラストで万票鉄平が 猟銃の引き金を引いてあの自殺する場面について「猟銃を至近距離で撃てば顔が潰れないって本当ですか?」って山崎豊子に聞いてたからなんだそうですよね。でこの「ミヤ二郎の自殺の2日後12月30日に放送された回は視聴率が26.3%それまでの倍に跳ね上がりさらに年明けの1月何日かな6日かなに放送された最終回は31.4%を記録。でもミヤ二郎がこんな劇的な死に方をしたものですから映画界ドラマ界では財前イコールミヤ二郎 というイメージが定着してその後長い間白い巨塔には手がつけられませんでしたそれから25年後の2003年 フジテレビが開局45周年記念作品として久しぶりに白い巨頭を唐沢俊明主演で半年間21回放送の連ドラ化しています、まあ、これ正確に言うとですねちょうど間の1990年にテレビ朝日が村上博明でスペシャルドラマ化してるんですけどこっちはあまり話題にはなりませんでしたねこの唐沢俊明主演の2003年のフジテレビ版はもう1978年のタミヤジロ版にもう勝るとも劣らないというかあのすごい豪華キャストでした脚本書いたのはキムタクのグッドラ を書いたもう僕のご人気の井上由美子でチーフディレクターは「ガリレオ」シリーズを手がけたもう西谷宏というこれ脚本と演出だけで言えばもう過去の白い教頭今まで作られた白い教頭の中でこの2003年版がダントツでベストだったと僕は思っています。こ,れこのです、ね、あの年版の第19話で あの医療裁判でのクライマックスで傍聴席にいた患者を押しつけられた柳原医局員がもう自分のせいにされるんで思わず立ち上がってザイザ先生ザイをついてるっていう叫ぶ場面で僕テレビ見てたんですけどももう思わず床に倒れて手足バタバタさせて「おもしれ!」って言ってたらそれを見たうちの従業員からテレビドラマであんなに野たうちレるなんてなんて幸せな人だと思われたことがありますねだけどそれぐらいまあ面白かったですね。 でそれからさらに2019年今度はテレビ朝日が岡田准一を財前五郎役にして5夜連続のスペシャルドラマにしていますでこちらの脚本を書いたのは映画「パッチギー」とか「フラガール」を書いた羽原大輔そして演出はテレビ界のレジェンドの鶴橋康雄という、まあ、これも豪華な脚顔ぶれでしたでこちらは、まあ、教授の一部を女性にしたりとか役,役の解釈を変えたりして白い巨都を現代に作り直す意味を考えたよく考えたドラマだったと思います であのここまでに紹介した藤野垂水哉次郎主演の1978年版同じく藤野2003年の唐沢俊明主演版そしてテレビ朝日の2019年の岡田純一主演版についてですねこの3つの「白い教頭のキャスティングについてちょっと比べてみたいと思います。この関係図の中に書かれたこの役者の名前の一番上が1978年版2番目が2003年版そしてこの一番下が2019年版とこの3つのキャストが並べてあります。 まあ普通キャスティングというのはですね何人かいるプロデューサーの中でキャスティングプロデューサーと呼ばれる人の役割ですこれなぜか伝統的に女性が多いですね。ハリウッドだとこれ予算が潤沢なので撮影期間中は脇役俳優までスケジュールをどんと最後まで押さえちゃうんですけれども日本はまあそんな予算はないので出番が少ない脇役というのは大体他のドラマとかバラエティーと掛け持ちなものですからキャスティングプロデューサーはチーフ助監督と台本を読み込んで計算してこあの表書き方があるんですけどこうき 書いてです、ねあのー、この脇役の出演日数が何日必要かを計算して俳優の事務所と交渉して、まあ、映画だったら10日トータル4日とか5日とかあるいはレントラーだったら週に半日とか1日とか、まあ、そういう割とちまちましたスケジュールを確保します。 白い巨頭の場合ですねこの財前五郎里見修司それから花森恵子東汀蔵この辺りは最初から最後までずっと出ずっぱりなのでおそらくスケジュールは最後まで押さえていると思うんですけどこれあとは全部多分掛け持ちだったと思うんでこう撮影人数少なかったと思いますところで小説や、まあ、戯曲の世界には昔からその登場人物をフラットキャラクターとラウンドキャラクターに分ける分類方法がありますフララットキャラクターっていうのは物語上一貫して ケチだとか、女たらしだとか、いつも不平不満を言ってるとか、あるいは底抜けの善人とかいった、まあ、類型的で分かりやすい、一貫した一つの性格を付与された、えー、登場人物のことで、 でも実際の人間ってそんなもうその分かりやすい性格であるはずはなく例えば、ですね、えー、すごい女にだらしない男がある時純愛に目覚めちゃったりとかあるいはもう底抜けの善人が犯罪に手を染めちゃったりとかいうこともあるでしょうそういう人間のこのリアルで多面的な面を付与された登場人物がラウンドキャラクターです。 で実際的な話、娯楽作品というのは登場人物の内面的な性格を掘り下げるというよりはもうストーリーとかアクションとか、えー、あるいはギャグとか歌とか踊りとかそういうものを見せるのが主眼なので、えー、主人公はフラットキャラクターになる場合が多いですね、それからあの主役に比べると脇役は登場場面が少ないのでこれは文学作品でも,もうあの観客、読者にさっさと性格を分からせるためにです、ね、あのステレオタイプなフラットキャラクターになる場合が多いです。そして白い巨頭は週刊誌に連載された娯楽小説なの ので基本山崎豊子はこの登場人物をフラットキャラクターにしています。例えばこの主役の財前五郎はさっき言った野心家でもう自信過剰、傲慢ついでに言うと性欲旺盛これあの原作だとドラマでは大抵これ愛人花森敬子一人なんですけどえ原作だったら確か他にもあと二人ぐらい寝ちゃってたと思いますね。まあでも主役がそれだけだと半年とかいう長丁場のストーリーを支え支えられないのでこれ自信過剰で傲慢な反面 例えばすぐにオロオロしちゃう神経質だとかあるいは故郷の母親が気にかけてしょっちゅう送金。 したりしている親孝行な面とか、そういった側面も加えられています。で、そういう意味ではこの財前五郎というのは半分ラウンドなキャラクター、まあこういうのセミラウンドキャラクターって言いますけど、セミラウンドキャラクターといえますね。で、千九百七十八年のタミヤ次郎はこうしたラセミラウンドキャラクターとしての財前五郎を全人格的に自分の全人格的に演じていたように思います。そして終盤に近づくに従って、もうキャラクターの枠を飛び越えてもう何かに取り憑かれたようなすごい演技になっていきました。 大英の悪名シリーズでこのタミヤ二郎と14本共演した勝慎太郎はこの共演時代は一度もタミヤ二郎を褒めたことがなかったんだそうですけどこの1978年版のフジテレビ版にあのタミヤ二郎が出た時にあの奥さんの中村珠緒がこの医療裁判をこ佐々木義恵役で出ていたのでもう珍しくテレビを見ない勝慎太郎がこのテレビドラマを見てこの奥さんの中村珠緒に「あのタミヤの芝居はすげえな」って ってあの恐ろしいって言ってて言たんだそうですね勝新太郎といえば東大一度芝居の未合者ですからこの勝新太郎が認めていたんだからこのドラマの田宮二郎はかから見てもすごかったんでしょうそれに比べるとこの2003年の唐沢俊明はですね財前五郎になりきるというよりもこのフラットキャラクターとしての,あの財前五郎の狡猾な感じそれから自己中心的な感じそして嫌味な感じ を極めてクールにそして抜群の演技力で表現していて嫌なやつ鼻持ちならないやつということを表現していたように思います。 だからこの花持ちならないという点にかけてはこの財前役者は、えー、唐沢利明がナンバーワンですねそしてこの花持ちならないさを演じた唐沢利明のおかげでこの相手役の江口洋介がものすごい立って好感度もアップしてドラマが面白くなったという見事な対比になりました唐沢利明の東大の当たり役と言えると思います。で一方 この2019年のテレビ朝日の版で岡田純一が表現していたのは傲慢さという部分ですね。あの岡田純一の財前は一言で言えば怖い人です。で金佐藤修の財前は清潔な感じで愛人がいるっていうのがこの花森恵子という愛人がいるというのがあまりピンとこなかったんですけど、これが岡田純一の財前はですねもう性欲旺盛そうでもう愛人なんか二人いても三人いてもおかしくないみたいなあの感じでしたね。クラシック音楽で指揮者が変わるともう同じ曲が同じ譜面の曲が全く違う。 って聞こえるのと同じで、まあ、役者の解釈によって同じ役でも違うように見えるというのがすごい芝居の面白いところですそしてそれぞれ表現したものが違うのでこの財前五郎の3人について言えば誰が一番っていうのはまあちょっと一概には言えないと思うんですけどしかしまあ僕の個人的には財前五郎はやはり田宮二郎です。 あのここに描かれている財前頃はですね実はあの僕らホイチョイプロダクションがビッグコミックスピリッツに連載している「気まぐれコンセプト」という漫画の実質的な主役であるカブト自動車の宣伝部の宣伝部長財前部長の絵なんですけども。 これ連載開始時にですね広告代理店の営業にとってどんな得意先が一番嫌かを考えた時にそれんだって「白い巨頭の財政五郎」だろう <laughs> あれが得意先の部長だったら地獄だぜっていう話になってでこの「白い巨頭の田宮二郎」をイメージしたこの「ルックスと名前にしましまた財政部長」という名前にしましたこのキャスティングがすごくうまくはまったおかげで「ですねキまぐロコンセプト」は1981年から今日まで42年以上続く長寿連載になりました。 でさて、この財前と真逆の里見修二ですけど。これは千九百七十八年版が山本岳。ええ、二千三年版が江口洋介。そして二千十九年版が松山健一が。が、えー、それぞれ演じています。この中で決定版と言われているのは、やはり千九百七十八年版の、ね、山本岳ですね。あの学級肌でストイック、見出し並みなんか気にしないという、もうこのフラットキャラクター。ええー、里見を演じるには、これほどうってつけの、ええー、俳優はいないと思います。こう、なにしろ、こう、<laughs> そうの、っちゃ悪いですけど、花はない。 だけどすごい実直で堅実な感じの役者さんですからこれ実はこの方整形の先輩なのであ呼び捨てで呼んじゃいけないんですけどすいませんここで呼び捨てさせていただきますこれ山本学が一番のハマり役と言われていましたであのこの山本学を見て医療あの医師を目指した人も多かったと聞きます。 なのでこの2003年版にこの江口洋介がキャスティングされた時は、まあ、僕のみならず多くの人がですねこの江口洋介じゃ派手で花があってかっこよすぎてミスキャストなんじゃないか里見にはミスキャストなんじゃないかと思ったんですがこの江口洋介の里見が意外や意外この寡黙で実直な人柄がにじみ出ていてよかったんですねこの、えー、江口洋介はそれまでの代表作の「愛という名のもとに」とか「一つ屋根の下に」と全く違う役で、まあ、この人こんなに芝居がうまかった ってていいいううぐらい180度違う役を演じていましたで原作者の山崎豊子もこの「江口版の里見」はもう大のお気に入りだったそうですよ。で一方2019年版で里見を演じた松山健一は多分前の二人と同じこの実直、えー、堅実なんじゃつまんないっていうか同じじゃ面白くないと思ったんでしょう。この里見の役をですね今どきっぽいコミュ力欠如。 コミュ力欠如のオタクとしして演じましたもう本当にこれはそれまでの聡美と,と全然違う感じだったんですけど実はこれがまた良かったんですねあのコメントばっかりで恐縮ですけどまあまあでも見てください考えてみりゃ聡美って、まあ、実直で堅実だけど髪の毛ボサロぼサで服気にしないなんてもう完全に今のオタクじゃないですかだからすごいあの今に合ってたと思いますというわけで聡美に関して言えばこの3人は僕は引き分けだと思っています それからこの愛人の花森稽子これも実は1978年版の太地慶子がもう決定版ともうあっちゃほっちゃに書かれているんですけれどもしかし2003年版の黒木瞳はですね太地慶子に劣らず良かったですねというのはこの,あの黒木瞳は財前五郎の役者よりも年上だった唯一のこう花森あの役なんですけれども。 この狡猾なこの財前をも手玉に取っちゃう。自立した大人の女という感じが、この黒木瞳はすごい。よく出てましたね。で、この役はさっきもちょっと言ったかもしれないですけど、あの女子医大を中退した元医学生という役で超インテリなんですけど、その感じも黒木瞳が一番雰囲気でしたで。それに比べるとですね。2019年版のこのサージリエリカは美貌はもう文句なくナンバーワンだったと思うんです。けれども、どこか子供っぽくても、これ演じた時はもう33歳になってたんですけども。でもどこか子供っぽくて。この？ 大人の医者たちを手玉に取るって感じがありませんでしたね。で、そんな沢尻の野に合わせたのか、この2019年までは花盛慶子が元偉大生だという設定が確か消えてたと思います。それから、その物語のキーを握る重要な登場人物がこの東教授先生、ね。なにしろこの物語。この人からあの定年退化するところから始まってるんでで、この人はもうインテリですけど、こっちこっちの古い頭の持ち主で老人のこう。嫉妬心みたいなものもあっても面倒くさい人ですね。要は。 でしかも家ではこの人物を演じた中村信夫石坂浩二寺尾明はまあ3人とももう東大の名優なんですけれども3人ともこう役の解釈にはあまり差はなかったように思うんですけれども本来は善人なのにこう慣れない教授選挙に手を染めてそれに失敗してで約束されていた定年退官後の大病院の院長の職務を棒に振ってしまってどん底に落ちてそこから 医師としての両親に目覚めるという、まあ、この非常に多面的な複雑なキャラクターをもう一番巧みに表現していたのは僕は石坂浩二だったと思いますもう一人重要な登場人物がこの財前五郎の義理の父親の財前又一ですね前に言った通り背金主義者で、まあ、女にだらしがなくてもう相手の気持ちも一切考えないズうしい親父でもう今的に言うともうダメダメな人ですね。でここのの人物を演じたのが蕎麦の矢長西田敏之小林香織これも 東大、えー、来てる名優たちなんですけどもここれは間違いなくののの最初の曽我の名町の圧勝でしたねもうこの人は関西喜劇界の大物でもう出演陣には日本喜劇人協会の会長も務めていた人なんですけどもうまるで本人財前又一はこの人なんだろうと思うぐらい無理のない自然な演技で山崎豊子が当て書きしたんじゃないだろうか「サンデーマンに書いた時から当て書きだったんじゃないかと思うぐらいの出来でした。 それからこのほが重要な役として医療裁判で財前から誤診の責任を押し付けられちゃう柳原研究員でこのキャラクターっていうのは人の良さとかそれからまあ清わさ優柔不断さみたいなのがキーワードで高橋町英伊藤英明満島新之助の3人が演じていたんですけどこれはですね伊藤英明が気弱な感じをうまく出していて前線していたと思います。それから 一番直近の満島新之助は清さではなくて純粋さというのを前に出したこ感触だったと思うんですけどこれも良かったですね役者なら誰でも演じたいと思う役がこの医学部長の鵜飼教授だと思いますでこの人はですね狡猾で賄賂は平気で受け取るはそれも受け取り方がうまいんですよ。 あと、えー、財前の選挙も自分の出世のために利用しちゃうわといったもう狡猾な老介な政治家みたいな人ですねで最初の映画と1978年版ではこの小沢栄太郎が2003年までは伊部正人2019年版では松重豊が演じましたもう松重豊の鵜飼教授よかったんですけどこの人どっかいい人に見えちゃうんですよ僕はなのでこう煮ても焼いても食えないキャラクターっていうかくせ者っていう感じではこの2003年の伊部正 が一番合ってたと思いますねそれからこの作品で最もフラットなキャラクターがこの教授の選考委員長を務める大河内教授です。でこの人は東教授とかこの鵜飼教授はいろいろ企んだりするのにそういうことを一切しないもう本当に純粋てる学者でもうちょっと変人に見え,るぐらい見えるぐらい愚直で正義の人です。賄賂なんか受け付けないもう嫌いな潔癖でもう汚いことは大嫌いみたいな人ですね。 でこれは加藤よし品川徹岸辺一徳が演じたんですけどあの加藤よしだとちょっと言っちゃってる感じそれから岸辺一徳はなんか陰でたくらんでじゃないかって感じがあったんでこの品川徹が頑固なじいさんって感じで一番良かったと思います。 まあ,あと後半で活躍する関口弁護士これも児玉清上川隆、也、え、斎、ー、藤匠という、まあ、割と清潔感のある役者が演じる役なんですけれどもこの中ではもう最近癖なる役ばかりやってる斎藤匠美はすごい珍しくすげえフラットにあの好人物の正義感を演じていてこれ案外良かったですね。 まあ世のプロデューサーはよくですねあの大泉洋に寅さんをやらせたら面白いだろうとか目黒蓮と森本慎太郎で蒲田行進曲をリメイクしてみたいとか、まあ、勝手なこと言ってますけどそういう勝手に想像してあのキャスティングするのって楽しいんですよ。でもしも白い巨頭を僕が今キャスティングするとしたらこれ財前五郎は小栗旬里見秀司は鈴木亮平。 でこの小栗と鈴木亮平は実は同学年、確か同学年でキャラクターも全く真逆なのでこれも敵適役だと、えー、思います、それから東教授は水谷豊、もうイギリス製のティーカップを持たせたらこの人ナンバーワンですからね、<laughs> それから花森恵子は米倉涼子、なぜかってこれ,これ元偉大、元偉大生でしかもホステスなんて言ったらですよ、ドクター X で黒川の手帳の、えー、米倉涼子しか考えられないじゃないですか。それからこの ダメダメな親父の財政マ又市は今だったら梅沢富雄ですね。ダメダメな。親父と言ったらこの人でしょう。うあと、鵜飼教授は吉田鋼太郎もう似てもやれても食えない人って言ったらもうこの人だと思いますし。それから潔癖で孤高の老人のこの大河内教授は今だったら僕澤田健二さんがいいと思いますね。もうここの老人と言ったら沢田健二でしょう。う今 まあ、あと、えー、この柳原医局員は濱田岳、えー、それからこの東教授の口やかましい妻は大竹しのぶそしてその娘は、えー、ちょっと若いですけど芦田愛菜、えー、若すぎますけどこれ芦田愛菜すごいイメージなんですよねあの。もしも今言ったキャスティングが実現したらこれすごい視聴率だと思いますよ。で皆さんも「白い巨塔」を見てから自分でキャスティングを考えると楽しいので、えー、ぜひやってみてください。そそしててれについてのコメントもお待ちしてます 評価コメントをよろしくお願いします。